そうか。本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだな、お前さんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろ、これまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が金の塔の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前、今なんて。なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。覚えがあるのか。やはりお前があの時の。生きてるうちにそれが分かるといいな。1年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しましてもらうよ。行くぞ、坂本龍馬。Huh!
俺も衰えたもんだたまには現場にも顔を出すんだな、局長いい気になりやがって。今度あんたはあの覆面の男じゃねえ。うん、なぜそう思う。おやっさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ。計画に乗れば教えてやる、そう言ったはずだぜ。おい、なんだ、やめるのかい。あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。はあ、分からねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな。文句あるが勝負に負けたんだ。今日はしてやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ。天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに奥、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい。いいやつえな、あいつは。そうは思わねえか、源さん。勇さん、いいのか。このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。まあ、だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬。